噂を信じちゃいけないよ。はい。今年は音楽家山の子猫。藤井さん、はい、おはようございます。おはよう。こんばんは。おはようじゃないめ。こんばんはだろめ。すいません、こんばんは。今日はな、はい、テンション上がってんだ。テンションめっちゃ高いっすね。どうしたんですか。死にテンション上がってる。どうしたんですか。なんか最近お前バイクも乗るでしょ、釣りも行くでしょ、闘牛もするでしょ、何でもやるでしょ、はい、いろいろ。何でもやるでしょ。繋がったんだよやっぱり。はい、繋がった。誰と繋がった。この前お前ケンメリとかさ、はい、あのゆかり弁当の Z 車両とかゆうやまさんとか乗せてバーって行ったでしょ、はい、あれからまたさ、はい、だんだん友達ができてってさ、はい、すごい車両に巡り合えたんだ。おお、マジですか。しかも Z とか、はい、もうすごいあのヤフーとか見まくってる中ね、はい、いろいろ今日ちょっと特別に車両を見せてもらうということで、おこちら来たんだよ。某所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 、暗闇の中でしか映せない車両っていうのがあるんだよ沖縄には。おお、なんかかっこいいですね。またフルチューン、だんだんここ情報入ってきてね、はい、今日はなんとそのフルチューン、しかもドラッグ仕様だな、はい、ジムカーナとかいろいろあるんだけど、はい、ドラッグ仕様の Z とか、はい、シルビアだったりね、はい、うん、130Z とか 30Z っていうのをちょっと紹介しようかなと思って、こちらドーンがやチェイヤー。危ない、なんか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 危ない。いやささ踊ってやさっさ、やさっさ血並びてやさっさ、やさっさ生口だウサギ天使がヘッドサンダイカミグッサン、ヤシがウクイまだヤイビン、ヘイク内カビメサンネ、トウトウハメメイメイシェ、メイ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 シェ。行動走れるんだけど、はい、もう普段走らしきれんから。おなんでか分かる。分かんないです。お前すごいフルチューンしすぎて、はい、あれだよ、ゆっくり走る車両じゃねえんだよ。おお。もうフルチューンだから。フルチューン、ね、ほら見て、名前言うなって言われてるからよ。気候士 M さんじゃん。見てドーン30Z。 これからこちら、はい、シルビア、シルビアだけど、はいね、はい、エンジンが RB だ。RB、はい、すごいんだから見てみ、ドーン、130Z やいや、ね、見てみ、この L 型3リッターのファンネルだよ、ね、このキャブのメーカーはね、ソレックス、ソレックス、ソレックス、これ多分誰よ、何倍かな、これ何倍ですか、何倍ですか。44だよめ。でもこれもヘッドチューンからね、カムからなんかもピストンからなんかもフルチューンだよめ。燃費とかバカぐらいなくなるんじゃないですか。燃費は気にしてないですね。そうそうですよね。もうエアコンもついてないし、パーストもついてないんで。こんなめパワーの車でゆっくり、あの渋滞の中だったらすぐあれだよ、沸騰だ、沸騰、沸騰するんですか。へ、何がお金かかるんですか、一番高い、高いのっていうか。高いの全部が高い。全部全部。もうこれあのドラッグレースとかで 200m でした。200、これで何キロとか出るんですか。200オーバーするよね、スピードは。200m で200キロ出るってやばいっすね。鉄じゃないな。鉄じゃないですか。なんすかこれ。ファイバーだろこれ。あ、ファイバーで作ってるんですか。うん、これは軽量、軽量化っすよね。軽量化ですね。すげえ。これガラスの向こうファイバーになってるでしょ。はい。やばいだろ。ほらほら、あれだ、ナイトライダーのスイッチ。これ、これなんか、わからない、ナイトライダーだ。なんか、うん、なんでこれ、まぶ、うん、タコメーターに油圧、油圧、油圧水温計と、ああバッテリーのあれか、ボルトゲージ。これは何ですか、このこのすごいコンピューターみたいのは。これは7あの MSD。 これでコンピューター制御って。コンピューター制御、うん、へえ。例えばドラッグレースとかも最初に、はい、あのバー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 って走るでしょ、はいはい、回転がもうそれ以上吹かないようにとか。おお、はい、そんなの調整したりする。制御してるみたいな感じですか。おお。旧車を恐ろしく速くする。はい、すげえ。あ、このタイヤでそのままドラッグもやるんですか。うん、ドラッグはまたドラッグ。あ、に履き替えて、噛むように地面に、地面を噛んですぐ走り出すように、はい、
マフラーとかもそれ用のマフラーなんですか。ストレートマフラーっていうんですか。はい、もうストレート、うん、あれがねさ、あれだ、あった、うん、あれ、うん、あれってなんですか。触媒、触媒、そう。すごいっすね。叫んでるよこの、うん、車がもうやばいよこの。かっこいいな。かっこいいですね。欲しくなって母ちゃん。欲しいよ。これいくらで買えるんですか。400。400万で、前400万から買って、前 こんな仕様までするまでにもう。いや僕見ないでくださいよ、ね、いや僕見ないでくださいよ。ある程度作られてるの買った方がいいな。いや、さあ、さあこちらじゃあ、これはロッキートン乗ってる RB 出してます。GTR さんですか。これ GTR までいかない、タイプ M のエンジンです。ああ、 RB25 です。 RB の25、もともとは SR20、 2000cc の4気筒が乗ってます、はい、このタイプには。そうです。ブーストなんとかでした、このバーンとか、この開いたらウエストゲートが開いて、ウエストゲートだ、うん、ウエストゲート、空気を吸い込むとか、なんかこんなの、あ、こっちから空気を吸い込んで、吸い込んでサージタンクを通ってエンジンの中に。おー、これもツインプレートとかつも入ってます。これもトリプルです。ツインプレートって前、この前ケンメリとかZ とかツインプレートでしょ、はい、もうエンスト100回ぐらいしたでしょあれ。トリプルって。トリプル。重くなるんですか。え、慣れですね。慣れ。ちょっとじゃあ踏んでみようか。踏んでみてください。あ、でもあれと全然柔らかい。あ、そうなんですか。あ、硬さじゃないんですね。セッティングだと思います。ああ。つける人のセッティングですね。なんかこれ。は。デージ硬い。硬いんですか。実は縦だけです。おお、縦だけ。あ、こんな普通のギアじゃないんですか。シーケンシャルって呼ばれてる。あ、シーケンシャル、縦だけってこと。上に、上1、2、3。まあ原理はオートバイのミッションと一緒です。ああ、そっか、そうですね、そうですね。いいなこれ、うん、これもうクーラーとかないんですか。ないです。もうパワーステもないです。パワーステもない。パワーステもないです。もともとついてますよね、パワーステは。してました。快適な装備は何もないです。おは、もう走り、もう走りのみっすね。走りのみです。なんかバイクとかだったら自分たちでこのカスタムする楽しみとかあるじゃないですか、はい、やっぱりこんなのってできないですよね、車って。ある程度行くとやっぱりもうプロに、その道のプロに任せた方が、あ、もう安心です。あ、そっか。やっぱりドアが開いてもプロには勝てないんですか。プロはプロです。だから俺がね、すごいオートバイ屋に出すっていうのはそこなんだよ。そうなんですか。そう、持ち屋、持ち屋ですね。そうですよね。もう一個回してます。おぉ、いいっすか。なんすかこの音。今ニュートラスよね、ニュートラスよね。エンジン。やばいさよ。相当速そうですね。なんか一応ちょっと Z のあれとは違うな。続いてこちら、ドドンドンドドン、すげえ、ドドドドン。かなりの特殊車両だよ。はい、特殊車両よ。インセクションキャップになってますからね。アクセルは入れます。入れない、そのままそのまま、はい、いくよ。はい、すごい。うお、エンジン見ていいっすか。やばいだろ。今これチョンだよ、チョン。ちょっと踏むよ。中もやばいよ。マジっすか。ガンゴ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 ンってなって、ファーンとやった瞬間、ファーンとか。これはライジングのキャブなんですよ。あの、はい、ナイチのライジングっていうショップさんのキャブ。はいはいはい。L 型3リッターに、これは 3.1 だね。L 型 3.1 まで、
上げられてるんですね。そうですね、ボアップされてるのにインジェクション制御用コンピューター制御のキャブ。そうそうそう、キャブやばいだろ。今回は今鳴らしの段階で、はいはい、あの鳴らし途中、大会に合わせて鳴らしてる途中、音で、はい、室内の音もやばいったら、コタ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 コンってから、いや走りぜひ見たくない、これ見たいっす、マジ見たいっすな、はい。乗ってるけど大丈夫？いいな。あ、お前なんでちょっと乗ってるお前。なんでちょっと乗ってる。すごかったね。ちゅうかちょっと買いたいな。ん？ダメ？え？買っていい？何を？130Z。本気で言ってる、本気で言ってる、本気っていうか、まあ借金しかないしさ、帰るわけはないでしょ今はね。だからもう GS とか全部売ってから1台買おうかなとか思うぐらいすごかったよ。でなんと5月22日23日の伊是名島のドラッグレス大会、俺出るから。ん？出る。何出る？それまでにすごいカスタムしとくから俺が、キャブの掃除とかね、フラグの入れ替えとかね、タイヤの空気圧も低くして、滑らんようにして、前回からのハンクラもバンって投げるから、沖縄サムフレイ MG のパワー見せようじゃないか。見たい。で、ゆうやまさんも来るって言ってるから。この前 Z 乗せたでしょ。それは俺が電話したのよ。沖縄のドラッグレースぜひ見てちょうだいよみたいな。そして乗りますかって言ったら、もういいっすって言ったあ、乗らないんだね。なんで、5月21、2日、3日のドラッグ、ぜひドラッグ、伊是名ドラッグレース、皆さん、来てくださいね、うん、俺も走るんで。あ、ということで今回はここまで。チャンネル登録、高評価よろしくございました。よしくも優さ踊って優しさ、こっち並びて優しさ、生ぶちだウサギ天使がヘイブサンで神ぶっさん、ヤシがウクイまだやいび、まだやいドラッグレース、ね、あー、いいね、ドラッグでバシッとバシッと誰か来てる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。すいません。編集大丈夫かな。なんだお前。ちょっと待ってよ。あ、マジだ。あ、いやいや。ゆざんさんともここで写真撮ったでしょ。見たよ。いや、見たの。見た、写真撮ろう、写真撮ろう。ちょっと待ってよ。お願いか。お前今撮影中だよ、お前。いいさ、いいさ。あ、飯、あ、私、ビキシマの時代。やってね。あ、最強。母ちゃんいなかったら大変なことになるね。それって母ちゃん見たかった、ね、母ちゃんこっちにいた、ね、あ、母ちゃんこっちに、あ、母ちゃんいつも撮ってくれてありがとうございます。楽しく見てます。はい、ありがとうね。はい、See you。 よし、ちょっと待って、じゃあね。やばいだろ。何が起きたの、何が起きたんだよな。何